クリス・アレオーラはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親はメキシコ人。父がメキシコ生まれの元ボクサーだったことで8歳からボクシングを始める。父親がフリオセサール・チャベスと知り合いで子供時代に何度かチャベスの家に行ったことがある。16歳の時に モチベーションがなくなり一旦ボクシングから離れるが20歳の時に復帰する。2001年、ナショナルゴールデングローブにライトヘビー級で出場し、優勝。2002年、全米選手権にライトヘビー級で出場するが1回戦で敗退した。2003年9月5日、デビューを果たしたアレオーラは2回1分25秒、TKO 勝ち。白星でデビューを飾った。 2005年1月21日、デビット・クレイジと対戦し3回にアレウォーラが、ホールディングと同時にヒッティングを受けたためクレイジのイな、反則で失格を宣告し、勝利を挙げたが、連続個勝利は8で止まった。2006年11月4日、ラスベガスのマンダレーベイイベントセンターで、WBC 世界ヘビー級8位のダミアン・ウィリスと、対戦。7回2分17秒 TKO 勝ち。 2007年9月21日、WBC 世界ヘビー級10位のトーマス・ヘイスト、WBC アメリカ大陸ヘビー級王座、決定戦を行い3回1分45秒後勝ちで、王座獲得に成功した。2008年6月21日、WBC 世界ヘビー級5位のチャズ・ウィザースプーンと対戦し3回終了時失格勝ちで、初防衛に成功した。 2008年9月25日、WBC 世界ヘビー級18位のイスラエル・カルロス・ガルシアと対戦し3回1分11秒、TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。2008年11月29日、シチズンツビジネスバンク・アリーナで、ナブフ、北米ヘビー級王者で、WBA 世界ヘビー級5位のトラビス・ウォーカーと対戦し3回13秒、TKO 勝ちで、 ナブフ王座獲得と WBC アメリカ大陸王座3度目の防衛に成功した。2009年4月11日、マンダレーベイイベントセンターで、ジャミール・マクラインと対戦し4回21秒小勝ちで、ナブフ王座は初、WBC アメリカ大陸王座4度目の防衛に成功した。2009年9月26日、ステープルズセンターで、 WBC 世界ヘビー級王者ビタリ・クリチコと対戦し、一方的にクリチコに試合を支配されて、キャリア初黒星の10回終了時期権による TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年4月24日、IBF インターナショナル並びに、ナボ北米ヘビー級王座決定戦を、元世界2階級制覇王者、トマシュア・ダメクと対戦し12階0から2の、 判定負けで王座獲得に失敗した。2010年8月13日、マヌエル・クエザナとフィコムバックスヘビー級王座決定戦を行い9回2度ダウンを奪いストップ寸前まで追い詰めると12回にもう一度追加したが倒しきれず12回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。2011年7月9日、ニュージャージー州で フライデー・アシュナニャット対戦し10回判定勝ちするが、試合後のドーピング検査で、アレオーラからマリファナの陽性反応が検出され失格となり、試合結果もノーコンテストに変更された。2012年2月18日、エリック・モリーナとアセンビシヘビー級王座決定戦を、行い初回2分30秒小勝ちで、王座獲得に成功した。2013年4月27日、 WBC 世界ヘビー級、シルバー王者バーメインスタイバーンと対戦し3回に、ダウンを奪われたのが響き12回0から3の大差、判定負けで、王座獲得に失敗した。2013年9月7日、WBC インターナショナルヘビー級王者、セスミッチェルと対戦し初回の一撃でダウンを奪うと、リフェリーのノーカウントで、試合終了。初回2分26秒小勝ちで、 王座獲得に成功した。2014年5月10日、ロサンゼルスのガーレンセンターで、ビタリ・クリッチコの引退に伴い空位になった、WBC 世界ヘビー級王座決定戦で、同級1位で、シルバー王者のバーメインスタイバーンと約1年ぶりに、リベンジ戦を行うが、6回2分2秒、TKO 負けを喫し、2007年6月2日に、 WBO 世界ヘビー級王者だったシャノン・ブリックス以来7年振りのアメリカ人ヘビー級王者誕生とはならなかった。2014年12月11日、試合を予定していたが7月に受けた左肘の手術の回復が間に合わず欠場を決めた。2015年12月12日、テキサス州でトラビス・カウフマンと対戦しにから一の判定勝ちを収めるが、 試合後のドーピング検査で、アレオーラからマリファナの陽性反応が検出された。その後アレオーラは2016年1月5日に、テキサス州から90日間の試合出場停止と、ファイトマネーの12万5000ドルから750ドルの罰金処分を課せられ、試合結果もノーコンテストに変更された。アレオーラがマリファナの陽性反応が検出されたのは、通算2度目。 2016年7月21日、アラバマ州バーミングハムのバートオーアリーナで WBC 世界ヘビー級王者デオンテイ・ワイルダーと対戦するが、アレオーラの出血のひどさを見て、セコンドがレフェリーに試合の危険を伝え、8回終了時危険による TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2019年8月3日、 ニューヨークのバークレイズセンターでアダム・コーナッキとノンタイトル12回戦で対戦し判定負け。2021年5月1日、約1年9ヶ月ぶりに試合を行い、カリフォルニア州のディグニティ・ヘルススポーツパークテニス校でアンディ・ルイス・ジュニアとノンタイトル12回戦で対戦し判定負け。この試合でルイスは100万ドル、アレオーラは30万ドルのファイトマネーを稼いだ。 ありがとうございます。